食欲に支配された、愛すべきおバカなペリカンの話。ペリカンは、アフリカ大陸やオーストラリア大陸、北アメリカ大陸などに生息している、温暖な環境を好む鳥類です。現在では、8種類のペリカンが存在することが明らかになっており、最大種である灰色ペリカンに至っては、全長170センチメートル、翼回長330センチメートル、体重15キログラムにまで成長します。ちなみに、ペリカンという名前が定着するまでは、ガラン鳥やコンガラ鳥といった名前で呼ばれていました。ペリカンは単独で行動することはほとんどなく、生息地の海岸で群れで狩りをしたり休んだりしています。食性は肉食性で、主に魚類や甲殻類を餌としています。そんなペリカンの一番の特徴といえば、くちばしの下についている袋のようなダルダルですね。これは咽喉嚢と呼ばれています。ペリカンは餌を確実に捕獲するために、周りの水ごと餌をすくい上げ、そして水だけを器用に吐き出し餌を食べることができます。咽喉嚢には約10リットルもの大量の水を溜め込むことができると言われており、また、飲み込む際に餌の魚のヒレが喉に突っかえてしまわないように、器用に魚の頭の向きを調整して、頭から飲み込みます。基本的に鳥類は頭がいいことで有名ですが、ペリカンも群れで追い込み用のように狩りを行う賢い生き物です。しかし、鳥類の中には一部例外がおり、ペリカンもまた、お腹が減ると、IQ が急激に下がり、バチクソにアホになります。お腹が空いたペリカンは、口に入るサイズのものは、何でも口に入れようとします。お腹が空きすぎて、大きめの魚を食べようとしますが、大きすぎて突撃を食らっています。先ほど説明したように、普段は魚が喉に使えてしまわないように、飲み込む向きさえ気を配るペリカンですが、同じ鳥類の、ハトさんを捕食することもあります。喉が引き裂かれてしまわないか心配になってしまいますね。丸飲みできるサイズを狙っているのかと思いきや、確実に無理なサイズの奴らにも行きます。大きな魚を食べられなかったのだから、無理だってわかりそうなはずなのに、カピバラも食べようとします。食べられるサイズなのかを確認しているようにも見えますが、一目見て、それが判断できないのは最高にアホですね。食べられそうになっているのに動じないカピバラもすごいです。普通のネズミサイズなら確実に捕食されています。犬や熊の子供を食べようとするペリカンの姿が撮影されていますが、カンガルーやキリンまでワンちゃん行こうとするのは万有が過ぎます。口に入ったとしても確実に飲み込めませんね。考える前に行動してしまうところが最高にアホ可愛いです。しかし、何でも恐れずに食べようとするペリカンですが、餌が暴れて咽喉嚢が破れてしまうこともあれば、餌が喉に引っかかって死んでしまうこともあります。ペリカンの咽喉嚢には、毛細血管がたくさん通っており、暑い日はこのダルダルを、ダルダルすることで、血液の温度を下げ、体温を調節することができます。また、なんでやるのかはよくわかっていませんが、ペリカンは喉の変なストレッチをします。くちばしを真上に上げて喉を伸ばしたり、時には喉袋を胸の上で裏返しにしたりし、見た者にトラウマを与えます。軽いストレッチなら、まるで帽子みたいでちょっと可愛いですね。また、ペリカンは、案外長寿な生き物で、自然界では10から25年の寿命とされていますが、飼育下だと50年以上生きた個体も存在します。ですが、あんな万有が自然界で生きていたら、そら飼育下よりも寿命は短くなってしまうのも、なんとなく納得ですよね。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思えば、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。